青コーナー挑戦者105パウンド渡辺ジム所属、元大正大ボクシング部主将、2014年国体優勝、全日本準優勝、2015年台北国際カップシルバーメダリスト、辰吉丈一郎、内山隆二人のカリスマに磨かれてのこのデビューからここまで7戦全勝6 KO、 すでに初防衛を果たして返上した第20代 OBBU 東洋太平洋ミニマム級チャンピオン、恩師辰吉と同じプロ8戦目での世界タイトルラッシュに向かう IBF 世界ミニマム級第9位 THE DYNAMITE BOY15試合目アメリカのマリック・ワーリードさん、ジャッジは3人です。同じくアメリカマイク・フィッツジェラルド、プエルトリコのカルロス・コロン、日本の野田正弘さん、お三方です。さあ間もなく試合が始まります。アメリカマイク・ワーリードザ・ダイナマイト・ボーイ京口が歴史を塗り替える一戦です。リングの中央、両選手集められました。勝つのは京口か、それともアルグメドが防衛するのか。大田区総合体育館から生放送でお伝えします。まもなくゴングです。1ラウンドからアクセル全開。
左チャンピオンの左の返し、いきなりお互いフルスロットルです。リングサイドには亀田光輝さんです、はい、いや1ラウンドから来ましたね。ねそうですね、やっぱハードありますね、うん、でもやっぱりチャンピオンもうまいですよ、こう細かい手数があって今のラウンド来たらちょっとチャンピオンかなっていうのもあります。あそうですか、自分もそう思いました、はい、第2ラウンドが始まっています。長谷川さんどう見ましたか。そうですね、まあ競技選手もしっかりガードして前に出るんですけど、まあ、その思いっきり打つインパクトという意味ではチャンピオンの方が、まあ、見栄えはよく見えますよね。内山さんどうですか。そうですね、やっぱりチャンピオンの事故なんか取ってたなって感じがしましたけども、ちょっと内山さん好きに振らせてるような感じありますか。そうですね、なんかねあのアッパーだとか、結構やりづらい。来たパー飛んできますね、ちょっと右の目の上あたりが少し腫れてきたが京口ゴールドのトランクスです。プロ8戦目の初挑戦。さあここがカウンターだ。左左のボディです。長谷川さん、はい、カウンターと言いますと長谷川さんが現役時代非常に得意にされていましたが、はい、今の攻撃あたりいかがですか。選手はアマチュアの経験があるんで、まあ、左ボディを避けながら打ったり左アッパーを避けながら打ったりっていう、カウンターが見てて得意なんじゃないかな、上手なんじゃないかなと思うので、それを後半でも出していけば、後半に、はい、まあ、もちろん前半も出していくことなんですけど、後半はおそらくチャンピオンはスピードを落ちると思うので、いやーとすごい音がしました。アルグメドチャンピオンの右のストレートと京内の返し、これ思いっきり打ちますねチャンピオン、あまり長谷川さん思いっきり振らせたくはないですよね。そうですね、距離感どうですか。距離感自体は京内選手悪くはないんですけど、ジャルトブリー松野さん、京口陣営ですけれども、はい、井上トレーナーは相手のパンチは大丈夫、十分いける状態感じているようですが、ただ渡辺会長はちょっともらいすぎだなというふうに心配してますね。松野さん、はい、チャンピオン陣営は、あ、こう前打ちだ、ワンミキショート、右のストレートだ、最後に京口チャンスか。チャンピオンアルグメで持ってきます、どうぞ。チャンピオン陣営、いいぞいいぞと手応えを感じている様子です。で右の長いストレートを打て、そして近づいたらアッパーと、そういう指示を出しています。確かに右にすると長いですよね、チャンピオンの打つのは、あっと右ストレート、チェンジャー、京口、お互いの右のストレート、それから内山さん、京口の得意のこの左ボディですね。そうですね、まあ、これが入れば、おそらく一発で効くと思うんですけども、相手のリズムのなんか独特なパンチ打ってくるんで、避けづらいですよね。あっと右アッパー、カウンター右、この当たりませんでした。右ストレートと右アッパー、同じように打ってくるんでね、ちょっと分かりにくいところありますよ。ちょっと軌道読みづらいですか。第2ラウンドも残りが20秒になります。1ラウンドからこの2ラウンド目、お互い両者の激しい打ち合いです。チャンピオンはアルグメドの右のストレート、そして京内はこの左のボディ、思いっきり打ってきた。チャンピオンの左右のフック、そして右ストレート、左のボディは京内、右、あっとスイッチした。オーソドックス戦のチャンピオン一瞬スイッチもしました。ここで第2ラウンドが終わりました。両選手の体格比較です。リーチでわずかにチャンピオンが上回っています。非常に激しい打ち合いになっています。 IBF ミニマム級タイトルマッチです。第3ラウンドが始まりました。内山さん、はい、いやこの右左右のフック非常に力がありますね。チャンピオンは相手も本当に思いっきり打ってくるんで、もらうのはやっぱ怖いですよね。どうしたら打たせないより、あっ左ミラグレンジからのアッパー、どうすればあの攻撃を封じられますかね。やっぱりかあの体を小刻みに動かして外すしかないです。ブロックしちゃうとどうしても見栄えも良くなってしまうので、左ちょっと接近そう、東方のミロフック、ミロスレード、左パー、チャンピオンはアルグメルの方はミドルレンジからこれから接近するのも続きます。おっと一旦レフリー負けました。まあ、チャンピオンの右ストレート避けながら打つ左ボディは効果的に見えますね。今度は右です、そしてミロショート、ある程度序盤から当てていって長谷川さん、中盤終盤に向かってダメージ蓄積させたいですね。そうですね、ここは少し距離を取ります。でやっぱカウンターの左オレンジ、おっとここも右のストレートに対してカウンター気味に打っています。左チャンピオン見た目なんか下手くそなボクシングに見えるんですけど、内山さん言われた通り、独特のリズムの打ち方っていうのがあるんで、やりにくい。左のカウンター、ああいう、ね、入ってくるところにタイミングでパンチ当てれれば、ダメージ当たれると思います。そうですね、内山さん、それからタイミングに加えてあえてパンチの間からアッパー当ててくるあたり、
技術もありそうですね。そうです、やっぱり足でちょっと外せたりすると相手が軽ぶったりしていいんですけど、やっぱ受けちゃってるんで相手の体が流れないんですよ、やっぱりそのまま、はい、例えばサイドステップを入れるとかどうやってしたらいいですか。相手が振ってくる瞬間にバックステップ入れるとか。バックステップ、はい、カタサイドフック。今のところは呼び込んでカウンターという狙いもあるでしょうか。京口、オレンジのグローブ、ゴールドのトランクス、プロ8戦目での世界アタック、京口ひろとです。ここまでは強打のチャンピオン、4度目の防衛戦、アルグメドが気持ちよく振ってきているような感じもあります。ここは少し見たガードを上げている京口、まあ、もう少し京口選手もジャブ出して、相手振らしてもいいかなと、はい、ここはチャンピオンジャブから浅カウンター右。そうですね、内山さん、ちょっとジャブを多くないかもしれませんね。そうですね、あ、右カウンター。戦った高山勝成さんも拳一つ分伸びてくるのがこのアルグメロというふうに話をしていました。やっぱパンチ振ってくるように手数も出ますね、となるとポイントの部分でもということになりますが、そうですね、ここは手を出さないと思います。あっと磨ったカウンターすると京口もカウンターを狙っています。あとはなんですけどね、左目当て方これですね。そうですね、相手が振ってきたところの右の左のボディです。今度は右から残りが10秒になります。ここまで流れはどうか。ただお互いが振ってきている、特にチャンピオンの方が思い切り振ってきている、そんな感じがあります。打ち合いの第3ラウンドが終わりました。チャンピオンのアルグメドが思いっきり振ってくるところに対して解説者のお二人、少しバックステップなどを入れて真正面から受けないようにというお話がありました。さあ序盤終わって第4ラウンドに入っていきます。内山さん、はい、まあ、初めての世界挑戦、相手が思いっきり打ってきた、少し面食らう部分もあったでしょうかね。うん、まあ、でも今日じゃ割と落ち着いてると思うんですけど、そうですか。おっとおっと、ちょっと今耳のあたりを打ったということでレフリーから注意がありました。京口です。おっと、ここはちょっとパンチが届かなかったチャンピオン。おっと、ここもジャブが届かない。少し長谷川さん距離変わってきましたか。そうですね、まあ、京口選手も無理に前に行かないように、してやようには、ちょっと今伸びるというチャンピオンのパンチがそのことで逆にジャル、いいですね、ジャルさんいいですね、アウト込みです。細かく時折スイッチもしてくる、こうして飛び込んでいきますチャンピオンです。青いトランクス、白いベルトラインがチャンピオン、メキシコのホセ・アルグメロ、4度目の防衛戦、いけるパーボディー右ショート、左。内山さん、リズム出てきたんじゃないですか。いいですね、ちょっとさっきより足を使い始めて、ちょうど見やすくなってると思います、これだけね、思いっきり打たれると普通はね、ちょっと怖くなるもんなんですけどね、今日の選手を握らないで、しっかりカウンター狙ってますから、右、おっと、ちょっと腰が落ちたか、チャンピオン。さあ、チャンスか、焦らないか、京口、飛び込んでくる、高い、長谷川さんが得意にしたらカウンターですよ。そうですね、まあ、勇気を出してカウンター打ってますから、あっと、右、これは内山さん、危ないですね。あれ、本当に相手、思いっきり振ってきてるんで、ただどうでしょうか、内山さん、このラウンド、今までよりはパンチ、カウンターがしっかり京口当たってきてるように見えます。そう、打ち割りとか狙ってしっかり当ててるんで、今あの見栄えもいいです、ポイント取っておりますね、相手は振ってきていますが、長谷川さん、ある程度パンチが見極められてきつつあるんでしょうか。そうですね、まあ、打ち方とか、相手の癖を少しずつ分かってきたじゃないですかね。前に行く、あと無駄に半歩前に行かなくなりましたね。今内山さんも OK という声が出ましたが、やっぱり相手の打ち割りだったりとか打った時に一歩下がって外してその後打つという、はい、そのあたりはアマチュア66戦52勝プロのキャリアは7戦7勝 6KO ですが、相手チャンピオンアルグメロの方が3倍以上あるんですが、キャリアはリングに上がったら関係ありません、そう京口は話をしていました。あー、来たね、ボディー立吉丈一郎さん力点の少し体を左に傾けての左ボディー。小学校6年からおよそ2年間、おっと、ここは打ち合いだ、辰吉丈一郎さんからボクシングを習ったそうです。これだけチャンピオンね、思い切り打てば、ここは落ちてくると思うんですけどね、まずそこまで、あっと左、京口の左、体が動いてきた、右、左、あーただチャンピオンのジャブ、ピッチをして打ち返してくる、左のストレート、ここはしっかりとブロックしました。第4ラウンドまで終わっています。
リングサイドには亀田光輝さんです。亀田さん、はい、ちょっと雰囲気変わってきましたかね。そうですね、今のラウンドようやくちょっといい感じになりましたね。今のラウンド明確に取ったと思いますよ、はい、これまではちょっと際どいですけどね、はい、さあ第5ラウンドに入っていきます。 IBM IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ、日本の京口ひろとオレンジのグローブ、プロ8戦目で初めての世界挑戦です。相手チャンピオンのアルグメドも、長谷川さん、いや話には聞いていましたが、本当に強打強いですね。そうですね、本当に 100% の力ぐらいで打ってくるんで、ミヤッパー、まあ、競技戦としたらやっぱり怖さはあると思うんですけどね、はい、でも勇気を出してカウンターを狙うっていうことは僕はすごいなと思いますね。合わせてこのアルグメドはプロに入ってダウン経験はありません。もちろんですが KO 負けはありません。内山さん、はい、そういう意味ではタフな選手でもあるわけですね。いや、タフですよ。しかも、高山選手はやっぱ勝ってますから、はい、左パー左、相当しつこい選手ですし、手数も出ますね。そしてまたこうして内山さん、時折スイッチしてきますね。はい、本当に何ですか、パンチの勢いがまだ1ラウンドでも全然衰えないんで、体力とかもすごいありますね。はい、松田さん、どうぞ。京口陣営ですけれども、ローブ際に行くと印象が悪くなるからいかないようにというのと、レバーショットが、読まれ始めているので、ボディを溝打ちに打っていけと指示しています。青コーナー京口サイドはテレビ東京中川聡アナウンサーです。松田さん、はい、日本のチャンピオンサイドは今のラウンド感でちょっと気合を入れた感じでして、もっとパンチを出さないとダメだ、お前はボクサーなんだ、そういう声をかけましたね。そうですか。チャンピオンアルグベロサイドはテレビ東京斉藤和也アナウンサーです。まず長谷川さん、はい、チャンピオンサイドは少し激が飛んだ感じですね。そうですね、まあ、今のラウンド、先ほどのラウンドを不利だと見たんですかね。フォアブラッシュ、かなり接近戦で戦っています京口。内山さん、はい、あとこの左ボディの細かい狙う場所まで指示があったようですね、京口は。そう、やっぱり相手の結構意外と手がやっぱ邪魔なんですよね、しっかり当てないと無理も効かないですから、はい、うん、ブロックされている感じですか。まだまともには入ってないです。そうです、あー、左アッパー、これは怖い、左アッパー、まだスイッチしています。チャンピオンのアルグメド、青いトランクスです。ボディが当たれば一発でダメージになると今日解説をお願いしています内山隆選手も話をされています。その内山さんのジムの後輩、プロ8戦目で世界初挑戦、京口ひろとオレンジのグローブです。さあ試合は中盤に入って、あっとちょっと頭がぶつかったか。ちょっと長谷川さん、アルグメドが額のあたりの傷がいくつかあるんですが、少しバッティング、頭をぶつけてくるところがあるんですよね。まあ、頭と一緒にチャンピオン打ってくるんでね、ちょっと頭が当たっちゃうところはあります。はい、拳と一緒にぶつけてくるんで、まあ、レフリーとしてもこう反則を取りづらい、非常にクレバーな選手だと高山和也さんもかつて話をしていました。5ラウンド残り時間少なくなります。さあ京口、もう一発いけるか、レラッパー、まで終わっています。世界初挑戦の京口ひろと23歳、7戦7勝6 KO のキャリアを持って、さあ世界のベルトをつかむか。第6ラウンドに入っていきます。まず足を踏み出していったのはゴールドントランクス、世界初挑戦の京口ひろとです。内山さん、はい、左のボディは出てるんですが、まだブロックされてるような感じもある。そうですね、どう溶かしていけばいいでしょうかね。あとやっぱり相手の振ってくる時に合わせるとか、はい、まあ、ただなかなか難しいですよ、ボディをまた当てるっていうのは。右から行きました。またスイッチをしてリズムを変えていこうというチャンピオン、メキシコのホセアルグメド。さあ左のボディ効いたか。あーとととと、あ、いや、ボディ多分いいの入ったと思いますよ。少し下半身に長谷川さん来てる部分があるかもしれませんね。まあ、中からいいボディが今入りましたね。あるいは内山さん、一旦顔面の方を狙っていってガードを上げさせるというような作戦もありですか。やっぱし外とガードの集中をそらすことも大事だと思います。鍵はやはり得意のあの辰吉丈一郎さん直伝の左のボディになるか。打った後ですね、打った後にやっぱ狙うというのが大事だと思います。今は少し足も使っていきました京口です。空振りさせることは、相手の体力消耗するんで、すごくいいことだと思います。今チャンピオンのアルグメドはスイッチして左のオーバーハンドを振ってきました。オッチビー、うまく今パーリングしました京口。内山さん、はい、京口のディフェンシブな部分はどうですか。まあでも手も出てるんで、ただちょっとやっぱりガードでもらってしまうと、どうしても
相手に次のパンチが飛んでくるんで、はい、やっぱ外させた方がいいですね、一番は。しっかりとバックステップ入れる、だとしてかわした方がいいという内山さんの話。さあ、頭をつけていく。一旦レフリー分けます。試合は中盤に入っています。 IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ、京口は勝てば日本プロボクシング史上最短での世界のベルト奪取ということになります。プロデビューから1年3ヶ月と今日6日。さあ、ここも鉄拳戦だ。あ、この前パンチを打っている。今日が僕が世界チャンピオンになる2つ目の誕生日ですと話したこの京口、少し口が開いてきたか。京口、ちょっとチャンピオンも手数が止まってきたか。右のボディ、今度は右のボディ、少し内山さん、チャンピオンの手数どうですか。ちょっと減ってきました、ね。やっぱ一番であんだけ思い切れてれば、多少は疲れてるから、ただ長谷川さん、返す返すのあのワンパンチの威力ですね。そうですね、だから軽いパンツを3発当てても思いっきり1発ガードの上からでも当てられると、見栄え的には同じぐらいになっちゃうんで。あ、なるほどね。できる限りブロックしない、避けるっていうことの方がポイントは取れるかなと思います。ダメージを少なくしつつ見栄えも良くするという。さあ、残り時間が間もなく10秒になります。あり、出た、右のショートから左アッパー、京口、しっかりブロックしている。あ、ここはチャンピオンも来ましたが、終盤いいパンチがありました京口です。中盤第6ラウンドまで終わりました。内山さん、はい、序盤の戦いからの変化というのは内山さんどうお感じになってますか。まあ、京口がまともにその相手のパンチをブロックというか、あの、盛らなくなったというのが一番大きいですね。はい、長谷川さんどうでしょうか。そうですね、まあ、だんだんいい戦い方になってきてるんじゃないかなと思います。それからリングサイドには先ほど6度目の防衛に成功しました田口選手がいらっしゃっています。住谷アナウンサー、はい、田口選手、ここまでの試合ご覧になっていかがでしょうか。そうですね、やっぱりチャンピオンが独特でやりにくいと思うんですけど、まあ、時折ボディ、いいボディも入ってるんで、まあ、あと後半このまま続けていけば、まあ、勝機は見えてくるんじゃないかなと思います。勝利の鍵はどこにあるでしょうか。そうですね、やっぱロープ詰めて、まあ、ボディを入れていけば、勝機は上がってくるんじゃないですか。こちらからは以上です。さあ、第7ラウンドが始まりました。試合は中盤から終盤へと向かっていきます。やはり田口選手もこのアルグメドは独特なタイミングがあるというふうにお話をされていました。北上、内山さん、はい、そういう相手に対してはどう戦うんですか。内山さんだったら、まあ、やっぱり、まあ、自分の力を信じて練習してほしいんでやるしかないですよ。ある程度映像を見て、その、まあ、タイミングの外し方であるとかジャンピオンの癖というものを研究してきているという京口選手ではありますが、こういうことも体を小刻みに揺さぶりながらチャンピオンのアルグメド、右のストレート、そしてスイッチして左、まあ、実際リングに上がってやると、違うことって結構あると思います。あのメキシカンでいうと、例えばリカルド・ロペスのようなこう美しいボクシングをする選手もいれば、こういう、まあ、アルグメドのようですね、少し読みづらい、長谷川さん、いろんなこうメキシカ選手いますね。まあ、体をね、くねくねしながら、強打を打ってくるんでね、本当にやりにくい、多分今まで7戦で戦ったことのないようなタイプだと思うんで、向けこう今試合しながらやりにくいなと思ってるんじゃないですか、ね。ここもリングの中央打ち合いです。何よりも相手がやっぱりあのチャンピオンが打たれ強いですよね。まあ、それがちょっと当たってもいいのは当たっても引かないっていうところがやっぱ嫌になってくるんで、あの音、左ボディ連発、バイカ左、今度アッパー、京口、右アッパー、内山さん、はい、7戦7勝6勝の京口が当たっても当たっても倒れないなというのは、それはプレッシャーになりますか。やっぱりこうちょっと途中から嫌だなと思ってくると思うんで、まあ、そこは自信を持ってやっぱ行くしかないですね。そこは自信を持って戦うしかありません。ただ足が下がることはありません。相手に対して距離を詰めて、とにかく得意のボディーブロー、それから右のストレート打ち続けています。京口、やるボディー、あとここは投げ倒すような感じになりました。チャンピオンのアルグメド、右まで、あ、これはもう長谷川さん徹底した左右のボディですね。まあ、ボディ打ってるんですけどね、やっぱこうガードの上からなんで、はい、まともにクリーンとしてないですよね。あるいはそれが一発当たれば一気に KO、ノックアウトというシーンがあるかもしれません。あっと右から左、チャンピオン、まあ、でも後半になると京口選手、
狙っている。ロープに下がる。タイヤのボディ。口が開いた。チャンピオン。あと10秒。ボディでいく。ボディでいく。辰吉丈一郎さん直伝のボディでいった。このラウンド強烈。チャンピオンをぐらつかせました。いやー、内山さん、はい、一発でグラッとさせました。キバジ今日初めて聞きましたね、はい、長谷川さん、はい、聞きましたね。そうですね、その後も冷静にボディを打てたんで、まあ、このラウンド良かったですね。やはり長谷川さん一発当たるとですね、さすがは7勝 6KO の京内、威力ありますね。そうですね。それからカメラさん、はい、グラッとさせました。そうですね、一パンチ入りましたね。でボディも効いてますよ、これ今このラウンド、その前のラウンドでちょっと盛り返してきたかなっていう感じで、今ちょっと1ポイント向こうですね。あ、そうですか、はい、でもだいぶ追い上げてるから、ここから一気に流れ変わるじゃないですか。この後挽回になるかどうかというカメラさんのお話です。ラウンド8、さあ第8ラウンドが始まりました。前のラウンドで相手チャンピオンの膝を落としかけました京口。終盤はボディの連打もありました。さあ内山さん、はい、ノックアウトチャンス来たんじゃないですか。どうですか。いや、まだでもまだですか。まだでも来ちゃってると思うんで、そのあたり長谷川さん、焦る必要はないですか。そうですね、前半からコツ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 打ってる左ボディが少しずつ、効いてきているようには見えるんで、はい、これからも後半にかけて続けることですよね。チャンピオンの攻撃、それからパンチ力ですね、長谷川さんどう見てますか。まあ、チャンピオンも全部のパンチを思いっきり打つので、ちょっと競技選手も慣れてきたんじゃないですかね。ただこの一発は威力があります。あれを一発もらったらさすがの京口も大きなダメージを受けます。お互い KO のことしか試合前考えていない、そう話していました。京口が派手に勝たなきゃ意味がないと話せば、チャンピオンのアルグメノもアウェイ決戦 KO しか僕は勝利のチャンスはないと話をしています。あーっと、ここは尻餅をつくような感じ、ちょっと時間を使おうかというようなチャンピオンアルグメノ、疲れてるかも、内山さん、さすがにあんだけ言ったらちょっと疲れてると思いますね。確かに長谷川翔もおっしゃる通り、内山さんフルスイングですもんね、チャンピオンは。そうですね、ただこれ怖いですよね、本当に最後、この右です。ここは京口の方からクリンチしました。ミドルレンジ、タイヤのボディ、ボディが来て下がるのが、もうチャンピオンが下がる方が多くなってきました。あー、確かにそうですね。序盤と、ここはクロスカウンター。確かにチャンピオンが下がるシーンの方が増えてきました。京口は表情冷静です。しっかりと一発一発打ち込もう、そんな眼差し。京口選手は後半になっても全くガード下がらないんでね、すごいなと思いますね。この練習していると思います、150ラウンド近いスコアもこなしてきました。内山さんとも鹿児島渋谷で、内山さん、はい、トレーニングを積んできましたね。そうですね、相当きつい目にやったんですけど、まあ、頑張って最後までやってきましたよ。そうですか。内山さんから下半身強化、何よりもチャンピオンとしてのメンタルを教えていただいた、ソーリング場の京口は話をしています。あと、いい、しかしこのアルグメノのパンチも一発一発威力があります。ワンパンチで流れを変えるパンチがあります、チャンピオン。それに対してチャレンジャーの京口、ワーッと右、キャリッキャリッ、細かいパンチも打っています。そして顔面離れた、ダッキングでかわす。ちょっと相手クリッチが多くなりましたね。なりましたね。そして離れた時にも少しぐらつくような感じがあります、チャンピオン。乾杯、キャリッキャリッキャリッ。さあ、チャンスがあるか。さあ、試合は少しずつどうでしょう、内山さん、流れが京内呼び込んでる感じでしょうか。勢いはもう京内の方が来てますね。なってきましたね。チャンピオンもだいぶ下がるシーンがほとんど多くなってきたんで、はい、長谷川さん、はい、どうでしょうか。そうですね、まあ、京内選手の技術が少しずつ上回ってきてるんじゃないかなと思います、技術、それから気持ちの部分でも徐々に上回ってきたかもしれません。あ、それから、あ、これは5階級王者のドネア選手ですね。中川さん、お願いします。はい、ドネア選手にお話を伺います。ここまで試合どういうふうに見てますか。
He's doing an incredible job. ここまですごい戦いをしていると思います。京口選手にメッセージをお願いします。Keep learning, keep learning, and be patient. Everything else is there. あの、全て持ってると思うんで落ち着いて、あの、戦ってほしい。以上です。世界のスーパースター、あのノニト・ドネア選手も観客席から熱戦を送っています。さあ、それに対して京口、試合もシャーッと見逃した。徐々に相手が下がってきています。ただこうして飛び込んでミノアッパーもあります。となりますと内山さん、はい、チャンピオンの方はああやってワンチャンスかけてくるような感じありますよね。打ってくっついて打ってくっついてパターンが多くなってきたんで、やっぱり今もう あんまり連打しないで、はい、一発でやっぱ効かしたいっていうのは強いと思います。あのパンチを長谷川さん気をつけながら京口がチャンスを作れるかですね。左、そうですね、これ危ない、これは危ない。ちょっと今左をもらいました京口。マスターさん、はい、どうぞ。チャンピオン陣営は、まあ、ディフェンスに関してはクリンチするか打つかはっきりしろと、そういう指示を出しています。で、逆に攻撃の方は、ともかくワン、ツー、スリー、フォー、4発打てと、これを盛んに言ってますね。 ある程度内山さん、チャンピオンサイドはもう手数を出していかないとというような気持ちがある。あっと、ちょっと今の右は危ない。今の右は内山さん危なかったですね。危ないですね。それから頭をぶつけてくるようなそんな感じもありました。青いトランチャンピオンの、あと右は効いたか、スリップです。これはスリップ。ただ京口が右のショートを当てたところではありました。青木並、それに対して細かくカウンター、そして左のアッパー。ちょっと長谷川さん、京口はボディはここのラウンドあまり出てませんかね。そうですね、ちょっと上を狙いに行き過ぎて、左が落ちました。ここは一発来ましたが、長谷川さん、クリーンヒットはしてないですか。してないですね。ただ狙いはいいですよ。今のも頭がぶつかりました。ただ違って、あ、ちょっとバッティングでどうでしょうか。強力が中盤のあのボディのダメージの蓄積もチャンピオンにはあるはずですね。そうですね、まあ、ボディも効いてますし、チャンピオンのアルズメドが立ち倒しました。これはチャレンジャー京口と有効打によるものです。その後アナウンスを聞いて京口がガッツポーズしました。さあ、この10ラウンドノックアウトラウンド、ベルトダッシュラウンドになるか。京口、あっとチャンピオン来る、チャンピオンの内山さん来ますね。来ますね。まあでもおそらくダメージは残ってると思うんで、いいの当たれば取れると思いますよ。あ、長谷川さん、はい、もう足元に力が入ってませんでした。第9ラウンドチャンピオンは、そうですね、まあ来ないと京口選手来るんでね、ここは勝負どころだと思うんでチャンピオンが来ますね。守るために攻めなければいけないというチャンピオン。ただチャンピオンのアルグメダワンパンチがあります。松野さん、右効いた、右効いた、どうだ、もう一回右、
レフリーに負けます。どうぞ。チャンスでは攻めていい、ただ使いだけはするなというふうに、競技陣営は言ってますね。ですから最後の最後までチャンピオンのワンパンチには警戒という競技サイドです。逃げー、思いっきり振り抜いた。もうちょっと反応が遅くなってますね、チャンピオンも。さあ競技チャンスか、じっくりいくか、どうするか、もう一度決められるか。まだボディでもいいと思うんですけどね、競技ボディでもいい。今のは顔面中心の攻め、9ラウンドは右のストレートでダウンを奪った。左カウンター右アッパー。さあどうするか、これチャンピオンも最後の攻撃だと思いますね。行かなきゃやられると思いますね、行かなきゃやられる。ただそこをしのいで京口ベルト出しなんか、あのダウンからすごい相手のチャンピオンの、やり返しも。そうですね、チャンピオンも25戦目で初めてダウンを奪われました。ただその後のこの攻めは見事、右ボディー。あっと、いっぱいいっぱいなんですけどね、チャンピオンは、それでもやっぱ気迫でなんとかできますね。この辺りはさすが4度目の防衛戦、強打のチャンピオンはレグブロです。右、ただ競技者冷静に攻めている。深追いはするなという陣営の指示もありましたが、第10ラウンド残り45秒、左のボディ、あとパー、チャンピオンのアッパーです。あと画面どうだ、左右ボディだ。ここでまたボディ攻め、こんだけ気取ってもまだパンチは来てますからね、チャンピオンの油断は絶対になりません。京口です、ワンパンチで流れが大きく変わります。この右カウンターの左、しっかり返している。あーっとスイッチしてきた、左ナイスナイス、ちょっとワンパンチだった、ちょっと浮かんだ、反発になりましたかね。そうですね、今聞いたチャンスだったんですね。あと5秒、おー、ナイス左、最後の左を当てました、京口。あっと、もうチャンピオンのアルグネドは早く椅子を出してくれというような感じで今倒れるようにして座りました。リングサイドのカメラさん、はい、ダウンを奪った後の第10ラウンドまで今ご覧いただきましたが、いかがですか。そうですね、ここで今あの挑戦者京口君今勝ってますね、いい感じで。でもチャンピオン今のラウンド思いっきり盛り返してきましたね。いやあ、根性ありますね、チャンピオンの。やっぱりタフですね、強打そしてタフネスのチャンピオンから初めてダウンを奪ったというこの京口。二人三脚で戦ってきました。井上隆トレーナーの声に対してうんうんと頷いています。それに対してアルグメド、長谷川さん、目を死んでませんよ、チャンピオンも。そうですね、KO をするならこのラウンドだと思うんで、できれば行ってほしいですね、京口選手。お互いノックアウトしか考えていないと話をしていました。あっと、まずチャンピオンアルグメドを振ってきた。第11ラウンドに入っています。残りラウンドあと2つ、右アッパー、左チャンピオン、チャンピオン振ってくる、チャンピオン振ってくる。チャンピオンもう負けてると思ってるんでね、思いっきりあの KO 狙いですよね、完全に、もうポイントではないですか。そうですね、ポイントでは厳しいと思ってるので、左、おっと顔面に集めてくるチャンピオン、アルグメド左、またスイッチをしてきた。内山さん、はい、回復してる感じありますか。すごいですね、あんなあんだけダメやるなら、本当何事もなかったからやってますね。ちょっと左もらった、初口パワーは全然変わってないですね。京口も第9ラウンドにダウンを奪いましたが、あ、またチャンピオン盛り返してきたか。こういう時こそ冷静にカウンターで攻めてほしいですね。松田さん、最後本当に京口陣営はですね、ベルトはもう近くまで来てるんだから今やることはガードだ、ガードをしっかり固めてチャンスを狙いと言っています。すごい、ですから内山さん、11ラウンドに入ってはいますが、焦らず焦らずというところがあるでしょうか。そうですね、本当相手も本当に必死に来てるんで、ガードしっかりしないとダメですね。はい、ちょっと今右足が滑るような感じもありますが、京口も第1ラウンドから飛ばしていますから、そのあたりのスタミナがどうか。長谷川さん、前回 の返上したですね、東洋太平洋の防衛戦では京口フルラウンド戦ってるんですよね。そうですね、まあ、ここでそのフルラウンド戦った経験っていうのが、生きてると思うので、まあ、前回フルラウンド戦ってよかったなと思いますよ。あと、ここはちょっと顔面がぶつかりました。チャンピオンアル
ルメドは京口の有効打で終盤に右目の目の上をカットしています。右、はい、ここはブロックされた京口、あの右ちょっと危ないですね、頭ごとね思いっきり打ってきて、まあ頭も一つ、まあ、言葉が正しいか分かりませんが武器として使ってくるようなところがあります、チャンピオンアルグメド。さあ11ラウンド、あっとまた思いっきり右足ね、京口はそれに対して右のボディ、長谷川さんからこの第11ラウンドがノックアウトチャンスではないかというお話です。ナイスやった、ただチャンピオンも振ってくる、振ってきますね、まあ本当に頭と一緒に振ってくるんじゃないですか。ただ強烈もカウンターを返しています。よしチャンピオン取りそうですね、さすがは今日この強口にダウンを喫するまでキャリアの中でダウン経験がないというチャンピオンのアルグメド、もう一度この11ラウンド盛り返してきての勝ちがあります。ミローマハンド振ってきた、カッター、あーっと今当たった、左もらった、強口ちょっと左をもらいました。第11ラウンドも間もなく終了、試合は最終12ラウンドまでもつれ込みます。内山さん、はい、まあ京口の攻めを称えつつもチャンピオンのこのタフネスですね。すごいですね、打たれ強いし手数も出るし、パワーも落ちないし、いや本当に強いチャンピオンですよこれは。長谷川さん、普通の選手はチャンピオンである9ラウンドのダウンの後ですね、なかなか気持ちの部分でも立て直すと難しいと思うんですが。そうですね、よくこれだけ立て直してさらにさっきのラウンドも思いっきり打ってきてますからね。亀田さんどう見ますか、最終ラウンドに向けて。いやー、ここまで自分は見ててちょっと京口選手勝ちかなと思いますね、こうなすとここね、もうその気迫あふれる、はい、ね、みんなが熱狂するような、辰吉さんを思い出すような、そういう試合をしてほしいですね。さあ京口、ベルトへ向かって人生を変えるラスト3分、大歓声の中京口が最後のラウンドに向かいます。チャンピオンも見事 A、 まあこのラウンド終わりなんでね、お互い多分自分の持ってる力を全部出すと思うんで、逆に、まあ、競技選手もそうですし、チャンピオンも KO チャンスが生まれると思う。内山さん、はい、内山さんも世界のベルトを取った時、あのメキシコのサブダムから12ラウンドでしたよね。そうですね、やっぱりまあ倒したいという気持ちが強かったんで最後行きましたけども、同じ気持ちが宿るか京口、それからその左の拳には師匠でもある立ち落ち長一郎さんのその思いも乗せて、さあベルトに向かって。浅田さん、はい、どうぞ。井上トレーナーなんですけれども、もう採点は考えられない、これはちょっと難しくて判断できないからこのラウンドで決めたいと言っていますね。しっかりガードしてカウンター狙いと指示を出しました。カウンター決めるというのは倒すということ。浅田さん、はい、どうぞ。チャンピオン陣営、倒さないとダメだ、全部力を込めて打っていけ、そう言って送り出しました。苦しい気持ちはどちらも同じ、左に動いた、右に振ってきた、チャンピオンの左、超打ち返しになる、クリンチから左の方に、あとちょっとクリンチが多いか、接近戦、離れた、離れた、さあ京口、ベルトを取れるか、右に、あっと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 、右のストレートを当てていったのは京口です。デビューから1年3ヶ月続いた、勝てば、プロボクシング史上最短でのベルトだ。残りが1分半、勝って人生を変えた京口、ハンド打ち合いだ、すごい打ち合いだな、お互いのフック打ち合わせ、すごいナイス。ただここは京口が長谷川さん先手先手でいってますね。そうですね、先にわーっと、ここは力で直り直しました。お互いね、最初からずっとハイペースきてますから、かなりしんどいと思うんで。京口の表情はチャンピオンアルグメドの返り血で赤く染まっています。チャンピオンも最後まで振ってくる、ものすごい試合になりました。バーディーストレート、チャンピオン、やっぱ左右、さあもう一度クラッチが迫れるか、京口、さあ前に行く、京口が前に行く、残りが間もなく30秒、チャンピオン空振り、スリップ、さあ残りが
しい打ち合いでした。そして今ガッツポーズをしたのは世界初挑戦の京口。内山さんにまず伺いますが、はい、後輩の戦いぶりどうご覧になりましたか。いやすごい立派でしたね。 初の挑戦と思えないぐらいに、手数出して最後に打ち切りましたね。判定はどうご覧になりますか。僕は勝ってると思います、はい、それから長谷川さんにも伺います。いかがだったでしょうか。そうですね、すごい覚悟を持って戦ったと思うんで、その覚悟を持った戦い方が今日試合に出たと思うんです。僕も京口選手が勝ったんじゃないかなと思いますね。ただ返す返すのチャンピオンの戦い方も見事でした。チャンピオンもプライドありましたね。あれだけダウンして効いても変わらず打ってくるっていうのはやっぱすごいこうスタミナと精神力だと思います。素晴らしいチャンピオンです。それからリングサイド、はい、カメラさんにも伺いますが、いかがだったでしょうか。いやすごいいい試合でしたね。田口選手の、ね、試合に続いて、ね、京口選手も素晴らしい試合してくれたと思います、はい、カメラさんどう見てますか。ちょっと京口選手勝ったんじゃないかなと思いますけどね。だから新チャンピオン誕生になるんじゃないかなっていうふうにちょっと期待して今ちょっとワクワクしますけど、ね、はい、お三方ともに京口のベルト奪取と予想されました。9ラウンドでは見事な顔面へのパンチからダウンを奪って、ただその後がチャンピオンこのアルグメドの粘り、そして攻撃、両選手の素晴らしい戦いぶりでした。試合は判定へともつれ込んでいます。チャンピオンアルグメド勝てば5度目の防衛戦、防衛4度目の防衛に成功、京口勝てば日本プロボクシング史上デビューから史上最短1年3ヶ月6日でのベルト奪取、 IBF 世界ミニマム級タイトルマッチ採点の結果をさあ、まもなく判定です。ジャッジカルロス・コロン、同じくジャッジマイク・フィッツジェラルド、116対111、116-111。ジャッジ野田正宏、115対112、115-112。以上3対0の採点をもちまして、 Winner by unanimous decision IBF minimum weight new champion。 京口勝ちました。見事京口勝利、プロ8戦目で、プロ8戦目でベルト奪取、新チャンピオンに輝きました。そしてデビューから1年3ヶ月と6日日本プロボクシング史上最短でのベルト奪取ということになりました。内山さん、はい、やりました。やりましたね。いやでもこんなきしんどい試合を勝ったことは本当に今後のまた今後につながりますね。それから長谷川さん。